では仙台のスタメンと予想フォーメーションです。 4-4-2 のシステムで前節群馬戦からは3人入れ替えています。ゴールキーパー小畑2試合連続です。4バック右からマセ・ヒラオカ・佐藤、左にキムテヒョンを予想しています。ダブルボランチに中島と吉野、右に遠藤、左に加藤、2トップ中山と皆川です。では千葉のスタメンと予想フォーメーションです。 3-4-2-1 のシステムで前節徳島戦からは1人スタメンを入れ替えています。ゴールキーパー新井翔太です。そして3バック右から4試合ぶりに復帰となりました新井一輝、真ん中に田辺、左にダニエル・アウベス、ダブルボランチに田口と小林、右のウイングに西久保、左に末吉、ツーシャドウに三木とブアニカ、そしてワントップチアゴ・デレオンソを予想しています。リカルド失礼、チアゴ・デレオンソに渡して田口、小林と経由、右の西久保からのクロス、中央ヘディング、ブワニカのヘッド、惜しくもバーの上を越えていきました。早速千葉がまずはチャンスを作りました。アグレッシブという形で千葉がうまく入りましたよね。仙台のスローインです。ヘッドでクリア、ここから右足のシュート、加藤がボレーで狙っていきました。キープ力もあります。そのエンドを収めて追い越す動き、マセ、中島のフォローです。さあ中島、ここから狙っていきました。ーゴールポスト、すごかったですね。今のブレ方は縦と横にブレてる、そんな素晴らしいシュートでしたね。先制すると勝率が高い仙台、遠藤で来る、ここはキーパー新井、サイドラインに逃れました。戻してマセ、ただここレオンソ拾う、レオンソ失わない、マセの対応、中島、中島斜めのパスはもう一度拾い直して中島、ミドル回るが中島再び倒されて、この位置でフリーキック、仙台チャンスが続きます。まあどう中島選手が蹴る可能性もあるかなという気がしますね。壁は5枚です。中島狙ってくる、惜しくもバーの上。前半ね、この右サイドから3本ありましたから、ゾーンで守る千葉、遠藤の左足から中央はヘッド、最後はゴールキーパー新井翔太正面でした。このキックの質ですよね。縦回転ではなくて横回転をつけることによって、そのヘディングもスピード出ますから。180オーバーの選手が多く連ねる千葉、田口のボールが中央はこぼれてファーサイド、折り返すか、シュートが決まりました。最後は新井一輝でしょうか。まあ、田口選手のキックの質も良かったですし、まあ、この蹴られる前に中で話し合いの中でニアに行く、ファーに行く、そして中に行くというところを決めていましたよね。まあ、ニアで触って新井選手がファーに流れていくというところで仙台から逃げる動きも良かったですし、まあ、こう当たってから入ったとは思いますけども、フリーになったところで一つ勝負ありかなというところ、まあ、しっかり吹かさずに冷静に流し込んだ新井選手のシュートも良かったですし、キッカー遠藤、真ん中こぼれてきて名倉の左足、ここはバーの上を越えていきました。左足狙っていった名倉です。まあ、蹴られた時点で、ね、一人浮いてましたから、まあ、いいところにいたと思いますし、まあ、仙台のアタッカーとしても千葉の選手にクリアをさせにくい対応しましたよね。前線ターゲット桜川か、190センチの高さがあります。その桜川すらせて真ん中こぼれて右足、追加点千葉、三木のゴール、大きな大きな1点。まあ、このロングスローはね、ようやく実りましたよね。まあ、桜川選手がうまく入ったところでそらしましたし、まあ、仙台の選手の間、まあ、今日は流れの中でも間にうまく立ててましたけど、このセットプレー、先ほどのコーナーキック、そしてこのロングスローを含めてセカンドボールの反応はジェフ千葉の方がいいですし、
まあ、三木選手もうまく反応した中で抑えのシュート素晴らしかったですね。まあ、桜川選手もうまく入って自分の役割を果たしたと思いますし。名倉から中、中山へ、中山狙ってくる。ここはキーパー新井翔太の正面でした。中島のボールからこぼれてくる右足吉野、オーバーヘッド気味のシュートを狙っていきましたが、アディショナルタイムの5分という目安は過ぎていますが、まだ仙台ボール。ここからのボール奪った千葉、そして長いホイッスル。前回対戦に続いて千葉が今日は快勝。荒井一輝、そして三木のゴールで2対0。